こんにちは、おときゅうです。今日は大都市近郊区間、東京近郊区間の疑問について取り上げます。アメ横で買い物をして、御徒町から次の買い物をする新宿へ移動したいと思っています。 JR を利用して移動しますが、新宿までどう乗っていくか考えますよね。乗り換えアプリですと、御徒町から山手線外回りで秋葉原、総武観光線に乗り換え御茶ノ水、中央快速線に乗り換え新宿と出てきます。距離は 9.7 キロ、所要が21分、 IC 乗車券で168円だそうです。この乗り方は2回乗り換えが必要になります。2回も乗り換えるのは面倒くさいですよね。乗り換えが面倒くさいなら、山手線内回りに乗車すると1本で新宿に着きます。この場合 14.1 キロ、所要は27分、運賃は IC 乗車券で168円です。御徒町から山手線外回りで神田、中央快速線に乗り換え新宿という方法もあります。 10.7 キロで所要20分、 IC 乗車券で168円です。このように3通りの行き方があります。東京近郊区間の範囲の中なので、好きなルートが選べるようになります。大都市近郊区間のルールをおさらいします。実際に乗車した経路に関わらず、最も安くなる経路で計算した運賃になります。重複乗車しない限り経路は自由に選べますが、途中下車はできません。このルールがあるため、最も距離のある山手線内回りで移動しても168円で乗車ができます。ルールをもとに遠回りして目的地に向かうことを大回り乗車と言います。御徒町から新宿へ移動するとき、山手線内回りで上野、常磐線で友部、水戸線で小山、両毛線、上越線で高杉、湘南新宿ラインで新宿と乗車しても問題ありません。距離は 345.6km あります。幹線運賃ですと6050円しますが、最短経路で計算されますので168円で乗れます。168円で大回りしても正規の乗車券ですから、上野から特急トキワ号に乗車したり、高崎から普通列車グリーン自由席を利用することも、別途所定の料金券を購入すれば乗車することが可能です。途中下車はできないものの、乗りたい車両や席がある、いろいろな駅の構内を眺めたいという内容だけであれば、懐にも優しくプチ旅行が可能です。大回り乗車は電車特定区間でしたら、最低運賃136円で楽しむことが可能です。電車特定区間を外れていても147円で楽しめます。休日にお子さんを連れて周遊すると喜ぶこと間違いなしです。それではここから大都市近郊区間の大回り乗車、こんなルートは可能なのという疑問に答えます。ケース1では、川崎から横浜へ向かおうと思います。通常は東海道本線に乗れば10分で着きます。ですが、大回り乗車を楽しみたいので、南武線に乗って知って、南武支線に乗って浜川崎、鶴見線に乗り換え安全浅野を経由し鶴見、そして横浜へ行きたいと思います。この経由で問題なく乗れるでしょうか。ここで不安になる要素は2つあります。知ってから浜川崎へ行くとき、駅はないものの東海道本線とクロスしています。また浜川崎駅は南武支線と鶴見線でそれぞれホームがあり、駅舎もあります。ですので、一度改札を出てから乗り換えになります。答えは乗車可能です。線路が交差していても駅がないため重複乗車とはなりません。浜川崎駅はそれぞれの線に駅があるとしても、一つの駅としてみなされますので問題ありません。ケース2では、南浦和から快速鎌倉あじさい号に乗車して川崎に向かいます。この列車は武蔵野線を経由し、府中本町に停まった後は横浜まで停まりません。府中本町から先の経由は梶ヶ谷貨物ターミナルという貨物線を通って鶴見に至ります。横浜まで停まらないわけですから、横浜で降りた後東海道本線で川崎に向かいます。ここで問題となるのが鶴見駅です。京浜東北線にしかない駅ですが、運賃計算上は全ての線にあるとみなされます。これは JR 相鉄直通線が開通して羽沢横浜国大駅ができたためです。鶴見から羽沢横浜国大へ行こうと思うと、京浜東北線で川崎へ出て南武線で武蔵小杉に移動した後、 JR 相鉄線直通列車に乗り換えるようになります。
この乗り方でしか行けない羽沢横浜国大。運賃は鶴見に列車が停車するとみなし、鶴見羽沢横浜国大間10キロ 8.8 キロで168円で計算されます。ということで横浜鶴見間が重複乗車になります。さあ横浜で降りて川崎へ戻るという大回り乗車はできるでしょうか。答えは乗車可能です。私の解釈では重複乗車になるため大回り乗車は不可能になると思っていたのですが、 JR 東日本本社からの回答は可能ということでした。快速が鶴見に停車しないための特例でしょうかね。ケース3では少々ややこしいですよ。品川東京間の乗車券で次のようなルートで乗りたいのですが、大回り乗車は成立するでしょうか。品川から横須賀線に乗って東京、総武快速線で千葉、外房線に乗り蘇我、茂原と経由し内房線に入り、木更津、蘇我と再び蘇我に戻ります。蘇我からは京王線を通り東京に着きます。これは大回り乗車として成立しているでしょうか。この答えは簡単ですね。大回り乗車は成立しません。それではどのような乗車券を用意すれば乗車できるのでしょうか。動画を一時停止して考えてみてください。それでは答えを発表します。答えは品川蘇我間、蘇我東京間と2枚用意すれば乗車が可能になります。1枚目の品川蘇我間の乗車券で外房線内房線を大回り乗車可能になります。品川から総武快速線経由で蘇我、京葉線経由で東京という一筆書きにした片道乗車券を作ることも可能ですが、これでは蘇我で途中下車扱いになりますので、外房線内房線への乗車は不可能となります。大回り乗車をして一度通り抜けた駅に着いた段階で大回り乗車は終了となります。今回ご紹介した事例は実際私が乗車したものです。乗車前に JR 東日本に確認した事実ですのでご安心ください。次回は少しの手間で特急料金や付随するグリーン席をお得に乗る方法のご紹介です。お楽しみに。